しメッセージ性の強いゾンビ映画です。でも何よりもやっぱりブラッド・ピットがかっこいいから。はい、橋本ちゃんです。今日は大好きなネットフリックスのおすすめ5選を紹介していきたいなと思います。ちょっとね、選ぶのが大変なので今回はテーマを決めて紹介していきたいなと思います。今回のテーマはゾンビ。ゾンビです。大のゾンビ好きでウォーキングデッドというドラマからちょっとねゾンビにハマってしまいました。まずじゃあ一つ目ね、ハマったきっかけになった、ウォーキングデッドですね。で結構ねゾンビ好きの方々はウォーキングデッドを見てハマったっていう人が多いと思います。私のようにゾンビが最初はすごい怖いんですよ。ゾンビから逃げようみたいな、一緒にこう見ながら自分も逃げてる感覚になるんだけれども、途中からゾンビよりも人間の方が怖いっていうのに気づいちゃうんだよね。そこからがやっぱり一番面白い。シーズン10ぐらいまであるんだよね。全部見ました。もう次がね本当に楽しみで仕方がないんですけれども、まずやっぱりゾンビ系を見たことないっていう人はウォーキングデッドから始めてみてほしいなと思います。次はね、順番的にはねアイアムレジェンドを次に見たと思う。2007年に出てる映画なんだけれども、いつ見てもすごい新鮮だなって思います。ウィル・スミスが主演で、この世には自分一人しかいないっていう設定なんだよ。ここからいろんなことがこう分かってくるんだけれども、ウィル・スミスとワンちゃんがいる。でそのワンちゃんに感情移入しちゃうっていうのかな。もう途中であーってなってしまうところもあるんだけれども、そこが一番泣いたな。でこのゾンビはさっきのウォーキングデッドのゾンビはすっごい遅いの、歩くのがむちゃくちゃ遅くて、まあ、走っても多分全然捕まえられないぐらい結構安心して見れるんだけど、アイアムレジェンドのゾンビはめっちゃ速い。もうすっごい歩競走で全力で走ってるぐらいのゾンビで、でも一つ夜行性なのね。夜しか活動しないゾンビなんです。だから夜はなるべく外に出ないようにするっていう、そのハラハラドキドキで、お日様に当たるとゾンビがうわーってみんな消えてしまうのね。その間昼に何ができるかっていうのを一緒に考えるのもすごく楽しいです。アイアムレジェンド本当好きだな。じゃあ次のはワールドウォー Z。 結構前に見たの、2013年。これ映画ですね。何がいいってブラッド・ピットが主演なんですよ。ブラッド・ピット主演のゾンビ映画みたいな、そういうのやるんだっていうところから始まったんですけど、このゾンビもめちゃくちゃ速いです。で昼夜関係なくかな、ずっと活動的なの。だからずっと逃げなきゃいけなくて、で一番何これって思ったのは、ゾンビがみんな集まってすごく高い塀があるんだけれども、それを乗り越えちゃう。でどうやって乗り越えるかっていうと、ゾンビがみんな集まって集まって、それが山になって乗り越えるわけ。そのシーンが一番びっくりした。ぜひ見ていただきたいシーンです。でも何よりもやっぱりブラッド・ピットがかっこいいから、そのゾンビの怖さとブラッド・ピットのかっこよさでちょっとこう癒されるみたいな、そのバランスがすごく見やすいなと思いました。で最近ハマってるのは韓国系のゾンビです。めっちゃ怖い。ちょっと日本の肝試しみたいな雰囲気もあって、なんかね海外のアメリカとかのゾンビは派手なゾンビが多いんだけれども、韓国系はすごいリアルなんだよね。で私たち日本人から見てもやっぱりちょっと顔の系統も似てるし、よりリアル感っていうのがあるから、見ていると本当に自分もそこにいるのをこう想像しながら見れるっていうのが良さなんじゃないかなと思います。で新幹線ファイナルエクスプレスっていう映画なんだけれども、最初映画館で見ました。だけど今ネットフリックスでもやってるのでおすすめしたいです。新幹線の中で繰り広げられるストーリーになってるんです。めっちゃリアルじゃない。まだね世界がゾンビワールドに変わってない時に、主人公が新幹線に乗って、でその乗ってる間にどんどん世界が変わっていって、でだんだん新幹線の中にもゾンビが出てくるんですよ。で車両から車両まで脱出するだけれども、あ始まっちゃった。そうで車両からこう車両に移っていく姿、ゾンビがいるかっていうのを確認して、でいるんですよ。でそれをどうやって次の車両に移動していくかっていうのがめっちゃハラハラドキドキする。この
ゾンビたちもこれね特殊だったのが、暗闇の中では目が見えないんです。でみんな暗くなるともうこういう風にあーって動いてるから、その間を見て移動していく。新幹線ってトンネルに入ったり出たりっていうのはすごい繰り返されるじゃない。だからいつトンネルから出るかも分かんない中で移動するのね。もうそれがすごいドキドキしてるの。見てほしい。いやでも本当に新幹線はずーっとドキドキするんだけれども、ヒューマンドラマも描かれているので、最後ねすごい感動するの。ただのなんかゾンビで怖かったっていう映画じゃないんだよね。最後に必ず何かメッセージを伝えてくれるものがあるので、メッセージ性の強いゾンビ映画です。そして最後5つ目はこれも韓国系です。キングダムっていう、これは2シーズンあるのでドラマですね。これねちょっと説明が難しいんだけど、昔の韓国が舞台になってます。王様がいたりとか王朝とかそういう何百年前の話なんだろうね。日本でいう時代劇をゾンビにした感じ。それも今の私たちの世界ではありえないんだけれども、もし昔ゾンビがいたらどうなってたんだなっていうのを想像しながら見るのがめっちゃ怖いです。こういう昔をテーマにしたゾンビ系のものってあんまりないと思うのでおすすめですね。キングダム、ぜひ見てください。アメリカ系のゾンビ映画と韓国系のゾンビ映画と全く違いますね。全然違いますね。アメリカのものって本当にこう分かりやすくドカーンって盛り上がったりとか、ダイナミックっていう部分ではやっぱり見てて面白いなと思うんだけども、日本もそうだし韓国のものはよくできてる。限られた予算の中でもうまくストーリー性が組み立てられていたり、やっぱり次見たくなるっていう要素がすごく多いです。一つのシリーズの1話の中でもやっぱり展開が激しい激しすぎてもうこんな展開来ちゃったの、次どうなるのっていう見せ方がすごくうまいです。でもどっちも好き。気にならないな、どっちも好き。はい、今回は私が選ぶ Netflix のゾンビ系5選でした。でもね、本当まだ紹介したいものもいっぱいあるんだけど、とりあえずはやっぱりゾンビ系見たことないっていう人も、あるいはゾンビ系が好きっていう方も絶対に楽しんでいただける作品たちを今回は紹介させていただきました。ぜひ見てゾンビにハマってくれたら嬉しいなと思います。ということで、橋本チャンネルここまでです。いいねボタン忘れずに押してください。そしてチャンネル登録も忘れずに。橋本ちゃんでした。バイバーイ。